後半戦のカードが進んでいます。予選最終日のツーボートレース場です。続いては第9レースの予選です。1号艇オアシールリカ、2号艇森谷美穂、3号艇木井司、4号艇細川優子、5号艇原田由美、6号艇雲野ゆかりです。インコースは1号艇オアシールリカが向かっています。着位差を考えますと、ここは1着が欲しいオアシの陰線ということになります。2コースは2号艇森谷美穂が向かっています。森谷1着 6.33、 2着 6. ちょうどです。3コースは3号艇キー司が向かっています。キーは3着で 6.17 となります。4コースは4号艇細川優子は1着を取って 6. ちょうどになります。5コースは5号艇原田由美が向かって、3位アウト6コースは6号艇雲野ゆかりとなっています。カード1は4コース4号艇細川がどうやら本番でも取り切るか、定番順の進入で3対3と2つに分かれています。絶好枠1号艇オアシルリカ人気の中心です。そして2号艇森谷美穂が人気対抗格、3連単では1二4と1二3が7倍台で人気が集まっています。大時計12秒進回転始まって、スタートまではまもなく残りは10秒です。内側から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1、2コース1号艇大橋、2号艇森谷、3号艇キーが5スタート。逃げる1号艇大橋、3号艇キーはまくるか、しかし若干流れた。まくり出す5号艇原田、内側から4号艇細川、6号艇雲野が続く。逃げる1号艇大橋ルリカが早くも独走態勢、2番手争い3艇広がっています。内側から4号艇細川、間から5号艇原田、相当から3号艇キーが続く。スタートは正常です。2マーク2番手4号艇細川先回るか、 VR 回る、ちょっと握っていったのは5号艇原田流れたか、内をつく3号艇キーも、2番手4号艇細川が浮上、3番手争い相当から5号艇原田、内は3号艇キーが接戦です。1マーク1号艇大橋、4号艇細川クリア、3番手3号艇キーが先回る、懐をつく5号艇原田4番手か、そして2、3番手も定冠詰まってきます。4号艇細川の内側から3号艇キーが接近でしたが、なんとか振り切る2番手4号艇細川優勢です。第2ターンマークは1号艇大橋、4号艇細川クリア、3番手3号艇キーが先回っていく、内をつく5号艇原田4番手、後方から6号艇雲野、2号艇森谷、最終周回です。トップスタートからしっかり逃げて勝負がけも成功なるか、1号艇大橋ルリカが先頭で1マークに入ります。2番手4号艇細川優子がしのぐ、そして3号艇木司の順、依然上位143となっています。この内側から4番手から5号艇原田が続きます。3連単143 24.7 倍になっています。これから最終ターンマーク1号艇大橋ルリカが先頭でクリア、2番手4号艇細川優子が旋回、そして3号艇木司、1番4番3番でゴール。これが G1 初勝利、1番大橋ルリカ五輪、4番細川五輪、3番キーが五輪、5番原田、6番雲野、2番森谷が五輪です。